ミクロビオテリウム科はミクロビオテリウム目に属する唯一のトガである。チロエオポッサムはミクロビオテリウム科の唯一の原生種である。全滅種は化石から知られ、南アメリカ、西南極、オーストラリア北東部で発掘されている。かつてオポッサム目の動物であると考えられていたが、近年の解剖学と遺伝学のエビデンスを積み重ねた結果、ミクロビオテリウム目は 全くオポッサム族ではなく、オーストラリアの有体類とは密接に関連しているという結論に至った。ミクロビオテリウム目を含むオーストラリアに生息する有体類はオーストラリア有袋目を形成している。現在認識されている最古のミクロビオテリウムはケジアコーディアルレンシスであり、ボリビアのチブパンパの赤月新生前期の堆積物から発掘された葉の化石であった。多数の族は、 南アメリカの古代産期と、新代産期の様々な化石から知られている。ミクロビオテリウムであるとされる種は、西南極にあるシーモア島の死神与中期のラメセタ層から回収された。いくつかのミキサイのミクロビオテリウムが、オーストラリア北東部にある死神与初期のティンマラファウナから発見されている。もし、確かにミクロビオテリウムであるならば、これらのオーストラリアの化石は、 有体類の進化と生物地理学を理解するために重要な意味を持っている。チロエオポッサムの遠い祖先は現在の南アメリカ大陸に留まった動物であり、他は南極大陸、最終的にオーストラリア大陸に移動した。当時、三つの大陸はゴンドワナ大陸の一部であった。ありがとうございます。